すする TV。 ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということでね、相変わらずやってるんですけれども、本日もね、昨日に引き続き埼玉県を攻めようのコーナーということで、こちら来ちゃいました。ドン。埼玉県川越市南大塚駅から車で10分ぐらいのところにあります、寿製麺吉川川越店さんにお邪魔します。吉川さんはね、埼玉県の中でもかなり評価も高く、そして人気もあるお店ということで、画像とか見てもね、かなり美味しそうなんで、早速行っちゃいますか。そう。さあ、寿製麺吉川川越店さん、メニュー豊富な食器製ですね。本日のすするは煮干しそば白醤油をおっしゃって、特製トッピングも行きたいと思います。綺麗な店内だなと見ながら待っていると、来ました。こちらが寿製麺吉川川越店さんの煮干しそば白醤油と特製トッピングです。わお、なんとエレガントな盛り付け。具材も色とりどりで、特製トッピングには味玉と半身と豚低温チャーシューが増量されます。うっすら豚脂が食欲そそりますね。それではいただきます。まずはこの煮干しの香る黄金色のスープから飲んでみましょう。煮干しの風味は抑えめながら、スッと喉越しよく飲めるスープはうまいです。さらに飲んでいくと、全身に煮干しの旨味が澄み渡る感じは温泉に入ってるかのような心地よさです。さて、お次は綺麗にカットされたメンマをくらって、スープ飲んで水菜もくらっちゃいましょう。おお、煮干しスープととても合い、ずっとこのまま麺に行かなくても楽しめてしまうくらいです。さあ、ここで来ました、あれはチャーシュータイムです。低温調理のチャーシューを、あいやほい、くらう。うほう、生ハムのようなレア感は肉の旨味が噛むほどに感じられて、すするのほっぺた熱そうです。ここで連続鶏チャーシュータイムに行きますよ。はい、食らう。おお、思ったよりかなり柔らかい。スープも吸っていて溢れる肉汁、笑っちゃうほどうまっしです。さあ、ここでお待ちかねの麺の登場です。それではイエーイ、すする。そりゃそりゃ、完成率低めのパッツン細麺は噛み応えがよく、小麦の風味抜群で、このスープにベストマッチです。すすれる幸せ、産んでくれた母に感謝です。さらに麺すすったら、チャーシュー麺バサミでもおっしゃすーす。へいへい、スープを吸い込んでいる麺のコクと甘いチャーシューの旨みが口の中でブーストしてかなりうまい。この瞬間のためにすするは行ってきました。では上からすって、のりバサミでもすすったら、今度は味変チャーシュータイムね。ホワイトペッパーかけちゃいましょう。ではおくらう。うおー、食らった瞬間にペッパーのパンチが口いっぱいに広がり、スープを飲むと最高にデリシャス。さらに産んでくれた母に感謝です。ありがとう。さあ、ここでお待ちかね、すするの母親味玉の登場です。食らってみると最高、完熟確定の味玉は口の中をマイルドにしてくれて、ここでスープを飲むと煮干しがさらに敏感に味覚を刺激してくれます。お母さん、いつまでも長生きしてね。さあ、ラストにしっかりと煮干しスープすすって笑顔で楽しんだら、本日も完食、大変美味しくすれました。スープ、麺、チャーシュー、どれをとってもこだわり感じられる一杯で楽しく堪能できました。アンストレッ。はい、ごちそうさまでした。いやー、寿製麺吉川川越店さんに行ってきたんですけれども、いや、もうお店にね、入った瞬間、こう煮干しの匂いがふわーってすごくしてて、まあ、すするはね、白醤油ラーメンをいただいたんですけれども、まあ、結構ね、あっさりめの煮干しスープなんですけども、かといってね、薄すぎることはなく、もうしっかりね、出汁の取れた美味しいスープでしたね。そしてね、レアチャーシューや水菜、そして長ネギなどね、具材も豊富で、そしてもう盛り付けもね、すごくこう美しくて、いや、もう天女みたいでしたね。それではするの公式キャッチフレーズ、寿製麺吉川川越店さん、煮干しスープの泉屋。はい、起動します。黒ウーロン茶飲むさ。こっちもこっちも。よろしくお願いね。